だからめっちゃ水きれいね。転んだら笑う。滑らないよね、ここで喧嘩したらどっちか落ちるよ。こいつとかめっちゃでかいんだけど。うわ、超かわいい。一昔前にタイムスリップした感じ。めっちゃ懐かしい、小学生の。うん、まっ。めっちゃ美味しいじゃん、これ。小さい。白くて綺麗で可愛い。本当かどうかわかりません。レナがいつもこう間違えるよ。マジで狭い。ピピピピピピ。はい、皆さんこんにちは。レナです。サガです。ティブログです。私たちは宮城八幡に来てます。というわけで今日は一日宮城市をプラプラして食べ歩きをしていきたいと思います。レナめっちゃ水きれいだよ。すごいよ。カメラで映んないと思うけど、あの川の底が見えてる。めっちゃ可愛くね。昔の八幡町の役場。ここは伊川小道の入り口です。川が流れて。めっちゃ綺麗な水が流れてる。そう。鯉がいるね。どこかに。でかっ。やばっ。俺の手と。これめえ。マジで？えげつなくない？でかさ。丸々太ってるよ。あの観光客が来て餌をいっぱいあげるから鯉が丸々に太ってる。こいつとかめっちゃでかいんだけど。見て見て、食べれるよ。動画で伝わるかな。触れた触れた。餌やり場があるよここに。うん、あげなくていいよ。もうめっちゃデブだよ。前ここで食べたよ。そうだね、あゆご飯、あゆ定食だったかな。うん、そんな感じ。美味しかったよね。美味しかった。多分ここで降りれると思うよ、川に。川に一回降りてみましょうか。うん、まあまあ急だね。そうそう、転ばない。転んだら笑う。足ギタギタになるよ。そうだよ。滑らないよね、気をつけて。色本当にいい。めっちゃ綺麗なんですけど。皆さんこれ伝わりますか？このめちゃくちゃ綺麗な水。冷たいけど、冷たい。冷たいけど冷たい。新しい表現の仕方だね。手を入れて教えて。あ、本当だ。冷たいけど冷たい。おい、ここで喧嘩したらどっちか落ちるよ。神社を見つけた。わ、すごいじゃん。この上。上に行こう。この階段は急ですので気をつけてください。はい、オッケー。お気をつけください。どういうこと？お気を…一緒に行くよ。お気をつけください。お気をつけくださいじゃないよ、来い来い。お気をつけください。あい。わ、超かわいい。これ神社さん。お高。撮って映像、映像、はいはい、俺後でその映像見るから。こっちこっち。なんかすごい、本当に雰囲気いいね。いや、どこにでも雰囲気いいよ、浮上。一昔前にタイムスリップした感じ。うん、そうそうそう。あ、懐かしい。めっちゃ懐かしい。小学生の時の林間学習でここ来た。坂が落ちた。いや、落ちてない。俺がちょっと再現してあげる。小学生の時に調子乗ってこっちから向こうにこう飛んだの。そしたら足が滑ってここでお尻打って半分泣いた。そういう子供。おー、タカ。レナさん、お腹すいたよ。うまそう。濃厚バニラソフト。どうだ。濃厚。濃厚。文句なし濃厚。飛騨牛コロッケ。アコアコ。あ、うまっ。飛騨牛でも
普通のお肉でも分かんないけどいつも通りうまい。でもなに、抹茶ラテは微妙？微妙、正直でよろしい。うまいじゃん。見て、合図がこぼしてあるよ。ここでサンプル工房、いろいろフードサンプルがまあ、プロフェッショナルで作ってるし、自分でも作れる。面白いよ。五平餅の郡上味噌の方を一本ください。五平餅うまそう。めちゃめちゃいい匂いする。郡上の形はこのポンポンポンの五平餅、ね、小判型じゃなくて丸型。あ、うまっ。うん、うまっ。もう噛まずにこう口に入った瞬間にこうふわっと、うん、いろんなナッツが入ってるのが美味しい。めっちゃ美味しいじゃんこれ。ベリーグッド、おすすめ。ハーモニーポトリさん、ここはめちゃめちゃ雰囲気のいいところだよ。ここで水遊び。バカ。あれ、びっくりしなかった、ね、車に戻ってきました。というわけでここから郡上城に向かいます。本当は歩けるよ。怠け者さんと結婚したから車で移動する必要ある。じゃあ俺車で行くからレナ歩いてきて。いや、一人は寂しいよ。ああ、どっちが怠け者だろうね。左。左多分。え、あっちに行かない。左と言ってるの。左って言ってるかな。いや、わかんない。本当かどうか分かりませんけど。あ、こっちっぽいだ。レナさん、どういうこと。お城へは行けません、お戻りくださいって書いてある。残念。やっぱりさっきのとこだったよ。 Google は嘘をついてるよ。レナがいつもこう間違えるよ。うわ、狭いよ。あったよ、あったよ、あったよ。レナ歩けばよかったよ。はぁ、緊張するよこの狭さ。何を言ってる。マジで狭い。ピピピピピピピ。どうも。わかりません。こっちじゃない？はあ。着いた。よかった。ぶつけずに済んだ。よかった。本当に大きい車で来るのはおすすめしないよ。はい、無事郡上城に到着しました。入場料は1人320円。おお、うわ、小さいよ。白くて綺麗で可愛いね。いざ出陣じゃ、出陣じゃ、戦じゃ、戦じゃ。は？すごいね、めっちゃ木がきしむ音が全体からする。危ない、これドーンと落ちたら。そうだよ、落ちたら笑うよ。救急車呼んで、救急車。それで郡上も見終わりましたよ。この動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録まだの人もチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。